皆さんこんばんは、 HKT48 の北川ヒーローです。本日も私のラジオ番組アンビシャスヒーローが始まりました。始まりました。はい、2月17日ということで、今日はオンライン握手会があっておりました。まだ今のこの喋ってる私は2月17日の私じゃないからわかんないけど、多分楽しかっただろうなって。あのオンライン握手会とかおしゃべり会ってやっぱりファンの方と直接お話できるから、なんか嬉しいことをたくさん言っていただけるので、きっとこの日は超元気だと思います。嬉しい言葉をねかけてくださったんじゃないかなって勝手にもう予想して、多分喜んでますってのだけお伝えしますね。楽しみです。楽しみにしています。楽しみにしています。もう終わってますもんね。終わってました。あ、次の日もか。そうですね、日曜日もありますので、17日の私は明日も楽しみにしています。はい、そして HKT48 ニュース、なんと6期生のメンバーでドットエールフェスに参戦することが決定いたしました。やったー、イエーイ。はい、これは3月27日に出演参戦させていただくことになったんですけど、嬉しい。なんかイベントごと外のフェスに出させてもらえることも嬉しいですし、同期と一緒に出られるのもね嬉しいなって思います。あ、去年の2月も高猫さんのフェス、バレンタインのフェスに6期生で出演させていただいたり、わ、嬉しい。1年ぶりに同期と、かー、超楽しみです。私も実は今この収録している時にこの出演するよっていうのをお知らせしていただいたので、超今正直ワクワクしてます。なのでぜひ東京新宿です、ゼップ新宿であるので、ぜひ皆さん一緒に楽しい思い出を作れたらいいなって思います。今からもう超絶楽しみです。お待ちしてます。はい、じゃあそれではタイトルコールに行きます。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 の北川ヒーローです。本日も私のラジオ番組アンビシャスヒーローが始まりました。イエーイ。ということで、ここからはふつおたをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム茶沢通りの魔術師さんからいただきました。ありがとうございます。ヒーローちゃんこんばんは。ヒーローちゃんの生誕祭の1週間後には山本さやかさんのビルボードライブに行ってきました。このライブはちょっと変わってて、おしゃれなバーやレストランみたいなところで山本さやかさんが歌うようなライブでした。料理も食べながらお酒も飲みながらライブも楽しめるんです。私は翌日の仕事の都合でお酒は飲めませんでしたが、飲みたかったな。てんてんてん。そこでヒーローちゃんに質問です。ヒーローちゃんも20歳になりました。ヒーローちゃんは誰とどんな場所でどんなお酒を飲みたいですか？へぇー。すごい。というか、こういうライブがあるんですね。料理も食べながら、お酒も飲みながらって。なんか、すごい、超贅沢だ。贅沢空間。いいですね。すごい。山本さやかさんのライブなんですね。いいな。私はそうですね、20歳になったので、どんな場所でどんな場所があるかも分かんないです。分かんないんですけど、でも結構先輩方、20歳になる前とかから先輩から、20歳になったら一緒に行こうねとか、それこそ奈々香と3人で一緒に行こうねとかも結構誘っていただくことも多くて、あきさんとかも差しで一緒に行こうねって言ってくださったり、結構皆さんからお誘い、ありがたいことにね、ありがたいことにですよ。そんなマウント取ってるとかじゃなくて、そう、本当にそう、ありがたくお誘いを受けたので、皆さんと行けたらいいなって思うんですけど、どんな場所かはもう先輩にお任せで、ついていきたいと思います。はい。
じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームたいすけさんからいただきました。ありがとうございます。先日 DMM の配信で11年前のパーティーが始まるよ公演を見る機会があったのですが、もし6期生オンリーのみ1回限りでパーティーが始まるよ公演をするとしたなら、ひいろちゃんはどのユニットをしたいですか？もし私がユニットを割り振りすることになったら、背が高く大人面で目力が強いヒーローならキスはダメよかなと思いますが、本人としてはどうなんでしょうかということです。そうですね、今リバイバル配信が合ってるから見れるようになってますよね。でも正直ここに書いてる通り、私はキスはダメよがやりたいなって思うんですけど、でこの理由を聞いてほしくて、私が初めて HKT の劇場公演を見させてもらったのが周さんの公演だったんですね。だからこの曲もあの公演でやられてて、だからめっちゃかっこいいなって思いながらこうやって見とれてて憧れてみたいなのがきっかけで HKT のメンバーになりたいなってなったから、やっぱりこの曲でしょやっぱりこの曲ができたら多分ね、この過去の自分もまさかこの曲をやるとはってのもなると思うし、別にやる予定はないんですけど勝手にもしやったらの話ですよ。だからちょっと自分の中でも勝手にエモいというか、すごい嬉しいだろうなっても思うし、しかも合ってるみたいな感じで書いてくれてるからいいんじゃないこれでやりたいなって思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームガッチョさんからいただきました。ありがとうございます。ひーちゃんアロハ改めてお誕生日おめでとうございます。20歳の節目の誕生日を昇格先のチーム H で迎え、生誕祭を終えた後、キャプテンの豊永亜希さんが自身のブログにひーちゃんのことを綴ってくれていました。そのブログの中でひーちゃんがチーム H への昇格が発表された時に、ひーちゃんからこぼれ落ちた涙の意味を教えてくれました。その時にヒーローというニックネームは呼びやすさから来るものだけではなく、ひーちゃんがヒーローに負けないくらいヒーローになるべくしてなった人間なのだと改めて感じました。ひーちゃんが幾度となく流した涙が報われて、ヒーローという主役は遅れてやってくるということを現実になるように祈っています。頑張れとは言いません。一緒に頑張りましょう。チーム H であげた生誕祭のこと、豊永キャプテンや先輩たちのやりとりの裏話があればお聞かせください。それではチーム H の20歳の俺たちのヒーローに心を込めて、ご分を。PS、 なんか自分らしくないメッセージになったのが、ちょっと自分自身に、ちょっと待ってください。何ですか？一緒にいる方もわかります。まあ、たまにはこんなんも A っすよね。A です。すいません、その前に漢字が読めなくて。はい、ありがとうございます。そうですね、生誕祭が終わった後にあきさんがブログに私のことをたくさん書いてくださってて、それがとってもあきさんが書いてくださるなんか文字というか文章ってなんかすごいお守り、自分の中で勝手にお守り的にな感じにさせていただいてるので、なんかもういつでもそのブログを開けるように、あのホーム画面にそのリンクみたいなのをもうやってます。正直内緒ですよ。今初めて言いました。どうだろう、先輩たちとのやり取り、生誕祭の話ですかね。あ、でも生誕祭の話じゃないんですけど、昇格させていただいた時はあのすっごいチームメイチの先輩たちが超喜んでくれて、あの定点、あのその
発表、昇格の発表があったのは、あの劇場公演だったじゃないですか、周年の。だから普通に公演で披露してた曲とかも定点でこうやってずっと見てたんですよ、どんな感じだったのかなみたいな。でその流れでそのまま昇格発表のやつも見たんですけど、そしたらチーム H の先輩たち、あの北川ヒーローって呼ばれたらめっちゃジャンプして喜んでるちょ、え、めっちゃ喜んでるじゃんって思ったんですけど、意外にさえさんとかもぴょんぴょんジャンプしてて可愛いなって思いましたね。はい、ありがとうございます。20歳もこれから精一杯頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、今日も皆さんからいただいたお便りを紹介させていただいたんですけど、これからもお便りお待ちしておりますので、たくさん送っていただけると嬉しいです。はい、それでは本日もよろしくお願いします。48トットウトチャンネルキーステーションに配信中、北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。 HKT48 の北川ヒーローです。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー、毎週土曜日22時に HKT48 トットウトチャンネルで配信中。私が一人でパーソナリティやっちゃってます。皆さんからのお便り待っとうよ。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。それではここからはこちらのコーナーに行ってみましょう。究極の選択、北川ヒーローを変えるのは君次第だ。キノコの山派、おはタケノコの里派。罰ゲームでやるとしたらスカイダイビング、おはバンジージャンプ。行ってみたいのはどっち、ハリーポッターの世界、おは千と千尋の神隠しの世界など、いわゆる究極の選択をリスナーさんから募集いたします。毎回私が出したテーマに沿った究極の選択をリスナーさんから募集しまして、私が究極の選択をしていくコーナーになります。はい、それでは早速紹介をしていきたいと思います。はい、緊張、お、今日ライトのやつしかないそうです。じゃあ緊張などいらないかも。あ、ちょっともうこのラジオネーム見ただけでもう誰か一目で分かっちゃった。ラジオネームピコピコヒーちゃん大好きかっこさーちゃんさんからいただきました。絶対に森崎さーやだろ絶対にさーちゃん、まあかっこさーちゃんって書いてるしね。ありがとうございます。はい、究極の選択いきますね。お祝いでもらうなら、いろんな種類のパン1年分は今欲しいゲーム一つ。ね、かわいい、なんかこの前待って、さあちゃん、なんか結構今まではこうやってメンバーの方から送られてきたこの究極の選択って結構なんだろう、なんかむずいというか、あの複雑というか一番答えにくいようなのが送られてきたのが記憶上にあるんですけど、さあちゃん、すっごいポップなポップな究極の選択だ。ありがとね、でも助かるわ超助かる。しかもなんかラジオネームピコピコひーちゃん大好きとかサーヤしか書かないのよ本当に もう面白いな。じゃあもうこれはね、さっと決めていこうだって簡単なんだもんはい、じゃあ私がお祝いでもらうなら、いろんな種類のパン1年分がいいなって思います。これ盛り上がった笑ってくださいね。え、でも結構これはだって全然、結構究極の選択ってどっちにしようみたいな悩ましいのが究極の選択だと思うけど、さーちゃんが出してくれたやつはなんか一つのものに対していろんな種類の1年分って、そっちの方がでかすぎてパンの方がいっぱいなんか得られるのかなと思って、そっちがいいかな。じゃあさーちゃん、あの、私はいろんなパン1年分食べたいですいいですか。さーちゃんありがとね、送ってくれて。なんかさーやらしい究極の選択だわ。ありがとうございます。メンバーから最近よく来ますね、嬉しい。それでは次行きたいと思います。ラジオネーム上田氏太郎さんからいただきました。ありがとうございます。
初めてお便りを送ります。いつも北川ヒーローのあんた方どこさを聞いて楽しんでいます。まあまあまあ一旦読みますね。北川さんといえばやっぱり先輩との企画、究極の選択だと思います。そこで提案ですが、本日は先輩とイベントのお仕事をするならどっち？ A、 5期生の市村愛理先輩戦と一緒に 42.195km のマラソンを完走する。 B、 5期生の川平いじりパイセンと一緒にオカルト研究部で心霊スポット探索。博多のスーパーヒーローはどっちを選ぶのか楽しみに待ってます。わらって書いてる。わわー出た。全然ライトじゃないし、ライトのやつって聞いてたんですけど、あら。ちょっと待ってくださいね。そのこの究極の選択に答える前に、あの北川ヒーローのあんた方どこさ、あのいろいろてか間違いすぎどこからどこから来たんですかね。あの一応ちょっとね、存じ上げない方もいると思うので、もう一度言っとこうかなって思うんですけど、この番組はあの北川ヒーローのアンビシャスヒーローっていう名前でやらさせていただいてますので、あのあんた方どこさっていうワードはまず一回も喋ったこともない気もするんですけど、まあどこかと混ざったのかな、無理があるけどねはい、じゃあ本題ですね。うわー、これはパイセンですもんね。先輩だもん。うわー出た、この感じ久しぶりですね。この究極の選択、さっきのがすっごい簡単でちょっと舐めてた来た、急に唐突に。うーん、スーパーヒーローどっち選ぶのか楽しみに待ってます。待たないでくださいね。はい、じゃあはい決めました。じゃあ私は先輩とイベントのお仕事をするなら5期生の川平ひじりパイセンと一緒にオカルト研究部で心霊スポット探索をしたいと思います。いやこれは本当に毎度言うんですけど、どちらの先輩がね好きだったとかいうそういう結果ではなく、はい、もう私はもう最初からもう言っときますね。あらかじめお二方とも大好きなんですもう最初から言わせてください。もう誤解が生まれないようにね、これだけは本当に命がけなのでガチでやってますので。でも本当にどちらでも本当に良いのですけど、でもこのオカルト研究部のミルンさんとひじりさんのこの YouTube の動画がめっちゃおもろくて、私見てるんですね。で、めっちゃ面白そうって、しかもあの2人の空気感も多分よりそうさせてるんだと思うんですけど、なんかめっちゃ楽しそうで、私もちょっと後ろからついていきたいなって勝手に見ながら思ってたから、結構本気でやりたいかもです。これ一緒にちょっと軽く、あ間違えた噛みました今いい感じに終わりに差し掛かろうとしてたけど、ちょっと無理だった。オカルト研究部の研究生みたいな感じで後ろからいつかついていけたらいいなって思います。はい、次やりますか。最後ですね。はい、じゃあ今日の最後の究極の選択をしていきたいと思います。ラジオネームひょるけんさんからいただきました。ありがとうございます。ヒーロちゃんこんばんは。今回はこんな質問を考えてみました。もし2人の大先輩から伝授できるなら、1、ヒーロちゃんの推しメン高品由衣さんから歌唱力と演技力、2、MC を継承してくださった坂口理子さんから MC 力とバラエティ力、加入前にR24 公演やリセット公演に行っていて2期生から多くのパワーをもらったヒーロちゃん、どっちを選ぶか楽しみです。最後に大先輩の活躍を超えられるようにこれからも頑張れ、博多のスーパーヒーロー難しい、これちょっと待ってください。これはちょっとずるいな、卑怯かなそう、でもジーナさんはこの HKT 入るきっかけくださって憧れの、今もずっと憧れの方で、リコビさんも
こうやってずっと今まで公演で見させていただいてて、しかも MC も継承してくださって、しかもいつもこの間2人でご飯誘っていただいて、ご飯に行かせていただいたりとか、もうよくしてくださってるので、ちょっと待ってちょっと一旦なんか明日とかできますかね。難しい。これは大変だ。この企画がそもそも大変なんですけどねもう、あ、でも、もう、はい、はい、いきます。じゃあ私が大先輩から伝授できるとしたら、ジーナさんから歌唱力と演技力ください。まあ、そう、確かに。いや、そういうことじゃないですけど、違いますよ。MC も喋れるもんね、じゃないですよ。違います。聞いてください。やっぱり、リコピさんも、すっごい尊敬してる先輩ですし、すごく優しくて、すごく素敵だなって思いますよ。でも、やっぱり、ジーナさんは私の中で永遠の憧れなので、それは変わらないから、受け継ぎたいけど、もう両方がいいです。やっぱり両方、ダメですよね。今まで両方がいいですって言って通用したことないもんないですもん。でも本当に両方欲しいし、しかも別に私が今もう MC 力あるからとかじゃないですよ。納得してない顔をしましたね。いや、もうあるからとかじゃないです。もうまだまだ未熟者未熟者です。はい、なので本当は両方がいいですっていうことです。終わりたいです。もう終わります。はい、じゃあ今日もたくさん悩まされて、さーちゃんのやつが一番簡単やんさーちゃんみたいな、なんかポップな感じのいいですね。簡単に何もなんか迷ったけど、なんかポップな気持ちで終えれたから、そういう質問に触れるのは久しぶりだったから嬉しかったはい、それではたくさん究極の選択を送ってくださってありがとうございました。以上、究極の選択、北川ヒーローを変えるのは君次第だでした。ヒーローのアンビシャスヒーロー。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。はい、そうですね。あ、そうだ、この今アンビシャスヒーローは再開させていただいてからは、今まで一緒にさせてもらってたスタッフさんとは別の方と今一緒にやらせていただいてるんですけど、皆さんご存知のK さん黒木さんも今はね一緒にこれをやってないんですけれども、このラジオ聞いてくださってるっていうのに小耳に挟みまして、多分ね名前出てくるかなってちょっと気になってくれてるのかなって思いますね。聞いてますかお元気ですか。ちょっとここを通してね、ちょっと話させてもらったんですけど、はい、そうですね。なんかいつもあっという間に終わっちゃいますね。聞いてる人は長いなって思うんですかね、これ。なっけーって。でも、そう思ってないことを祈りますね。楽しかったらあっという間に時間感じると思うので、あっという間だったなって思える時間になれればいいなっていうふうに思います。はい。SNS でつぶやく際は、ハッシュタグアンビシャスヒーローでつぶやいていただけると嬉しいです。はい。今日もたくさんお話ししてきましたが、また次回の土曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。